4年に一度の祭典に沸く地球上のサッカー界、日本の J リーグはこのワールドカップの間も行われます。 J2、J3 は通常通り行われていきます。 J3 の第15節、 YCC 横浜と AC 長野パルセイロ、前半の6分には長野の津田がミドルシュート、積極的な姿勢を見せます。今度は前半の10分、23番の堂安優、あの堂安律の実のお兄さん、堂安も右サイドで数々のチャンスを前半から作りました。前半は0対0で折り返し、迎えた後半です。勝又が落として、そして津田の右足一閃、見事すぎるミドルシュート。かつて J2 横浜 FC でプレーしたこの津田智弘、この一発三沢球場はよく知る舞台。この三沢に帰ってきて凱旋ゴール、本当に素晴らしいミドルシュートを決めました。結果的にはこのゴールが決勝点となりました。その後はホームの YCC 横浜が波状攻撃を見せます。54分にはコンダクター14番の後藤が直接フリーキック。今度は58分です。西山から見事なスルーパス、ダイレクトで北脇、しかし長野の守護神小沢が立ちはだかります。素晴らしいパス、素晴らしいシュート、そして見事なセーブ。この後も YCC 横浜攻撃の手を緩めません。後藤が前からプレスしたおかげでこのチャンスが生まれます。北脇から後藤、利き足の左ではなく後藤の右足のシュート、利き足ではないからこそゴールキーパーの小沢は読みづらかったと思いますが、